じゃあ最初マットに仰向けからスタートしていきましょう。リラックスしてマットに仰向けになっていったら、まずはね、側屈ですね、体のサイド広げて呼吸の通り道をどんどん作っていこうと思います。では膝を伸ばしたまま右足首上でクロスしていきましょう。で両手万歳、腕を頭の上に伸ばしていったら左手で右手首を掴んでいきます。まず吸ってうーっと伸びをして、吐いて体を少し左側の方にね、アーチさせていきましょう。バナナのように体をアーチさせて体の右側開いていきます。肩力抜きましょう。鼻から吸って深く吐く。まず呼吸を右のあばら骨一つ一つの間や右のウエスト、右太ももの外側に広げましょう。肩頑張りすぎない、そしていきなり引っ張りすぎないようにしてみてください。ではもう一つ吸って吐きます。では次吸う呼吸でゆっくり真ん中に戻ってきたら反対側行きましょう。クロスした足をほどいたら今度は左足首上でクロスします。右手で左手首つかみ替えましょう。吸ってうーっとまっすぐ伸びをしてから吐いて体を今度は少し右側の方にしならせていきましょう。バナナのようにね、体アーチさせて今度は体の左側を開いていきます。鼻から吸って深く吐く。肩頑張らない、まずは左のあばら一つ一つの間や左のウエスト、左太ももの横にたっぷり呼吸を送ってあげましょう。では次の吸う呼吸でゆっくり真ん中に戻ってきたらクロスした足をほどきます。右膝を曲げて両手で右膝抱きしめてあげましょう。ゆっくり呼吸します。鼻から吸って深く吐く。肩力抜いて、あんまりね最初からぐいぐい、膝を胸の方に引き寄せすぎなくても大丈夫。ただ右膝抱えて呼吸しているだけ。右の腰にもたっぷり呼吸を送ってあげましょう。ではこの右膝を回していきます。外回し内回し、ぐるぐるぐるっと右膝を回しながら右の股関節少しずつほぐしていきましょう。もし両手で膝掴むと回しづらい方はね、膝の裏側を掴んで回してあげてもいいですよ。ターゲットは右の股関節なので右の股関節がねたっぷり動いてるかどうかを目安にしてみてください。はい、では真ん中で右膝ストップしていったら次の吸う呼吸でゆっくり右膝を伸ばしていきましょう。そして両手指を絡めたら右足の付け根の方に、ね、下ろしていきます。右膝いけるところまで蹴り出し、でまずかかとを、ね、ぐーっと空の方に向けます。そして今日のテーマビラバドラーサの3です。強い足、こっちの寝かせている左足もアクティブにしましょう。左足首も90度にして左足のつま先は空向き、そして右足のかかとが空向きになってきます。顎を軽く引いて肩甲骨大事に下ろしていきましょう。では右足首動かしていきましょう。吸ってつま先空向きのポイント、吐いて足首90度フレックス、吸ってポイント、吐いてフレックス、吸ってポイント、吐いてフレックス、 OK。 では両足ともかかとを突き出して、そしてここから自分の両腰骨を触っていきましょう。特に右腰を上がりやすいので両方の腰の高さを揃えるようにします。そしてここから両手のひら向かわせて万歳、頭の上に伸ばしていきましょう。腰でグーという顔をしながら腹筋脚力全部アクティブです。静止のポーズ3の仰向けバージョン、鼻から吸ってで吐く。頑張りました。右膝曲げて両手で右膝抱きしめましょう。ふう、左足も力抜いたら足をチェンジします。両手離して右膝を伸ばした状態、右足マットに下ろしたら今度は両手で左膝抱きしめてあげましょう。鼻から吸って深く吐く。呼吸を優しく、ね、体の中に送ってあげます。そして少し左の腰にも呼吸を送るようなイメージを持ってみてください。では左膝を回していきます。右回し左回し、ぐるぐるぐるっと左膝を回しながら左の股関節動かしていきましょう。回しづらかったら左の膝の裏側を手で掴んで大きく股関節を回してみてください。
はい、では左膝真ん中でストップしていったら両手指を絡めて左足太ももを付け根キャッチです。次の吸う呼吸でゆっくり左膝を伸ばし、かかとで空を蹴るようにしていきましょう。そして右の足もアクティブです。右足首90度、右足の、つま先空向きになってきます。ちょっと難しいですけども、いけるところまで両膝伸ばしてみましょう。では左足首動かします。吸ってつま先空向きのポイント、吐いて足首90度フレックス、吸ってポイント、吐いてフレックス、吸ってポイント、吐いてフレックス。ではここから足このまま両腰触ってみましょう。特に左腰上がりやすいので左腰グッと下げて両方の腰の高さを揃えてみてください。では両膝いけるところまでまっすぐ、足首90度、両手万歳、手のひら向かせて頭の上です。顎引いて腰でマットグーッと押しながら腹筋キープ、足もキープ、鼻から吸って吐きます。ふう、頑張りました。左膝曲げて両手で両膝抱きしめてあげましょう。ふう、力を抜いて一回休憩です。ではゆっくり右膝を立てたら両膝を立てた仰向けに入っていきましょう。両手体の横、手のひらを床向きにしてみましょうか。膝90度ぐらいに立てたまま足首をマット幅まで広げたら膝を左右パターンパターン倒しましょう。股関節、ウエスト、そして腰もほぐしてあげます。前半からねちょっとパワフルでしたが、ポイント、骨盤の向きと、そして内ももを向かせていく、そして体幹ですね、胴体の強さをしっかりと練習、ここから深めていきましょう。はい、では両膝真ん中でストップしたら膝胸に引き寄せます。両手膝の裏側キャッチしたら前後前後のでんぐり返しを繰り返しましょう。背中全体マッサージ、膝も曲げ伸ばししながら少しずつ勢いをつけてマットに起き上がってきてください。はい、ではここからマットに、チャイルドポーズになっていきましょう。マットの真ん中、四つん這いの姿勢を作っていきます。肩の真下に手首、腰の真下に膝で、今日の四つん這いにつま先立ちでスタートしていきます。足の指しっかり広げて踏ん張っていきましょう。では次の8呼吸でゆっくりお尻かかとの方に下ろしてあげて、で両手前に滑らせましょう。おでこマット、肘軽く曲げて肩首力を抜いたら一度背中から吸って深く吐く、ゆっくりチャイルドポーズのまま呼吸していきましょう。肘軽く曲げて肩首スペースを作ってあげます。そして自分の体の中に流れる呼吸とつながりましょう。吸って肩や腰が広がっていく、吐いて全身の緊張こわばりを全部吐き出していきます。自分の体の中の呼吸とともにここからねどんどん体、ほぐして動かしていきましょう。ではチャイルドポーズから体を左右に振って腰伸ばします。次の吸う呼吸、頭を起こしたらまず両手左床の方に這わせてください。右手のひら空向けて右の肘がマット、右二の腕の上に右のこめかみを乗せちゃいます。左肘90度に立てて左手カップハンズ指先立てましょう。優しく目を閉じたら鼻から吸って吐いて、お尻をかかとの方にゆっくりと近づけていきましょう。今ストレッチのかかっている右の肩甲骨の下から右の腰にかけてね気持ちよい呼吸送ってみてください。じゃあもう一つ吸って吐きます。では次吸う呼吸でゆっくり頭を起こしたら反対側行きましょう。両手右床の方に移行して左手のひら空向き、左の肘がマット、左二の腕の上に左のこめかみ乗せます。右肘90度に曲げて右手指先立てて床に置きましょう。鼻から吸って吐いて、お尻をかかとの方にゆっくり近づけていきます。肩は開いてあげて左の肩甲骨の下から左の腰にかけてね気持ちよい呼吸を送ってあげましょう。右手の指先で少し床をプッシュするとさらにストレッチが深まっていきます。ではもう一つ吸って吐きます。ふう、では吸う呼吸でゆっくり頭を起こしたら両手背骨
おでこ真ん中にもう一度戻しましょう。背中から吸って深く吐く。では次吸う呼吸でもう一度四つん這いに起きてきてください。はい、ではポジションもう一度確認していきます。もう一度ね、肩の真下に手首、腰の真下に膝、つま先立ちです。手のひら大きなパーにして人差し指正面、いつもねちょっとしつこく言ってますが中指、薬指、小指は少し外向けて、脇の下キュッとね体温計挟むように締めながら行きましょう。膝は握り拳1個分のスペースを空けて、つま先立ち、しっかり足で踏ん張っていったら、まずキャットの顔ですね、背骨に波起こしていきましょう。一緒に始めます。次の吸う呼吸でゆっくりお腹を下げていきましょう。で目線正面、顎を軽く引いて首長く胸を反らせます。吐いて背中丸めましょう。尻尾の骨ヒューッと下向けて肩甲骨の間開いて空をすくり返します。吸ってお腹下げましょう。目線正面、胸を開いて吐いて背中丸めます。尻尾の骨下、両手マットプッシュします。ラスト吸ってお腹下げましょう。目線正面、首長く吐いて背中丸める。尻尾の骨下、肩甲骨の間ふーっと開いて、では次の吸う呼吸でニュートラル、背骨床と平行にしていきましょう。肘1ミリ曲げて脇の下締めていきます。顎を軽く引いて、でこんな感じ、お腹落ちないようにおへそを背骨の方にギューッと引き上げておいてください。この強い体幹キープしたまま次の吸う呼吸で右足後ろに蹴り出します。骨盤はマットの方に向けたいです。なので右の鼠径は床向き、右足のつま先もマットの方に向ける。おへそぐっと背骨の方に引き込む、顎を引いて目線はマットです。体幹キープしたまま次の吸う呼吸で左手を前に伸ばしていきましょう。呼吸します。鼻から吸ってしっかり吐く。自分の右足かかとから左手の指先まで1本の軸を作りましょう。ではここから動きます。吸って吐いてゆっくり肘膝立ち、ぐーっと中締める。吸って伸ばして吐いて肘膝立ち、ほう頑張って、吸って伸ばして吐いて肘膝立ち、ぐーっと中締めたら吸って伸ばして吐いて左手マット、右膝マット、一回呼吸を整えてあげましょう。はい、続いて反対側いきます。おへそを背骨の方にギュッと引き込む、肘1ミリ曲げて脇の下締めます。顎を引いて首長くしたら次の吸う呼吸で左足後ろに蹴り出しましょう。左足太ももは床と平行、こういう上げ方じゃなくて左の鼠径部を床の方に向けて、骨盤はマット向きです。足首90度、つま先しっかりマットの方に向けて、おへそ引き込んだまま次の吸う呼吸で右手前です。顎引いて目線はマットの方見ましょう。おへそ引き込んで呼吸します。鼻から吸ってしっかり吐く。肩リラックス、お腹や足で支えましょう。ここから動いていきます。吸って吐いて肘膝立ち、ぐっと中締めて吸って伸ばす。吐いて肘膝立ち、ラストを吸って伸ばす。吐いて肘膝立ち、ぐっと締めたら吸って伸ばして、吐いて右手マット、左膝マット、一回呼吸を整えてあげましょう。では続いてプランクポーズです。体幹を強くしていきましょう。肘1ミリ曲げて脇の下締める、顎を引いて肩甲骨の間開きます。おへそも背骨の方にぎゅーっと引き込んだまま、ゆっくり片足ずつ後ろに伸ばしていきましょう。腰が落っこちないようにしっかりね、おへそを背骨の方に引き込む、顎を引いて頭頂かかと一直線、鼻から吸ってしっかり吐く。もう一つ吸って両手マットプッシュ。吐いてこのまっすぐな体をキープしながらつま先で体を前に乗り出すようにしてゆっくり腹ばいです。頑張りました。足の甲を寝かせて次の吸う呼吸、コブラのポーズ、顎を軽く引きます。胸を持ち上げて吐いて脇の下締めましょう。肘後ろ、首の後ろを長くして、かかと空向き、恥骨でマットを押すように、もう一つ吸って吐いてゆっくり頭を下ろしていったら、次の吸う呼吸でつま先立ちからゆっくりダウンドッグ、吐いてかかとマットの方に近づけていきましょう。ゆっくり足踏みしていきます。ふう、片足ずつかかとマットに押し込むようにしてあげて、ペダルを漕ぐように、もも裏、ふくらはぎ、アキレス腱ですね、たっぷり呼吸を送ってあげましょう。
ちょっと画面大きい方に変えていきますね。引き続きダウンドか足踏みしていきます。はい、では足ストップしたらつま先立ちダウンドッグいきましょう。手首と腰ぐーっと引き離す。脇の下マットの方向けて顎軽く引きます。かかととね、お尻ぐーっと引き上げて、おへそ背骨の方に引き込んだまま、この背骨の延長線上を吸って右足アップします。右足首90度、ここも右の鼠径部が床向き、右の前ももが床向きです。骨盤はマットの方に向けましょう。もう一つ吸って、吐く呼吸で右膝胸の方にぐっと引き寄せながら、右手首内側に右足を下ろしていきましょう。ふう、ここまで来れたかな。もし途中で止まっちゃった方は、手で右足よいしょと右手首内側まで連れてきてください。ここから両手カップハンズ、脇の下締める、顎を軽く引く、そしてお尻のほっぺたキューッと締めます。特に右の腰を少し後ろに引くようにしてあげて、ここね、内もも向かせていく、ね、今日のポイントになります。強い足キープしていったら両手腰です。顎を引いて次の吸う呼吸で背骨が床に対して斜め45度でストップしていきます。ちょっときついけど、右の鼠径部とおへそを引き離していく、こういう風なと反った体幹じゃなくて肋骨キュッと引き込みましょう。この背骨の延長線上吸って両手万歳、手のひら向かせて斜め上、吐いて右腰後ろに引きながらお尻のほっぺた締めましょう。もう一つ吸って、吐いて左足かかと斜め45度内側に踏み込んだら、次の吸う呼吸左手を上から後ろに引っ張ります。右手胸目線空に開放、リバーストライアングル、吐いて一回肩リラックスしましょう。右膝伸ばしていいです。吸って右胸空、吐いてゆっくり右膝曲げてパールシュバコナーサナに入りましょう。右膝の上に右肘置きます。吸って左手後ろから上、吐いて頭の向こう側、手のひら下向き、顎を引いて、吸って目線横から上です。吐いて恥骨ギュッと引き上げるように下腹部ねキープしていきましょう。肋骨の下も引き込んでお尻軽く締めていきます。もう一つ吸って、吐いて左手カップハンズマットに置いて、右手カップハンズマットです。左足つま先立ち、もう一度骨盤正面向きに戻していったらねじりましょう。左手のひらマットに置いたら、吸って顎を引いてかかとと頭頂引っ張り合う軸を作って、吐いて右手横から持ち上げます。目線は空向き、顎を軽く引きましょう。吸って右手空掴もうとする、吐いて右腰少し後ろ、お尻のほっぺたヒュッと締めて、右膝の内側と左の肩を向かわせてください。もう一つ吸って、吐いてゆっくり右手もマットに下ろしましょう。では両手肩幅人差し指正面したら、吸って右足アップ、吐いて右足後ろダウンドッグで足踏みしましょう。呼吸を整えて、ちょっときついポーズ続いてますが反対側も頑張っていきましょう。はい、じゃあ足ストップしたらつま先立ちダウンドッグ、お尻とかかと持ち上げましょう。脇の下マット向き、顎を軽く引いて肘1ミリ曲げます。肋骨キュッと背骨の方に引き込みながら、この背骨の延長線上を吸って、左足アップ、足首90度、左足ね骨関節オープンじゃないよ、左の鼠径部マットの方に向けて内もも向かわせていく、お尻軽く締めます。もう一つ吸って、吐いて左膝胸の方に引き寄せながら、ゆっくり左手首内側に左足置きましょう。途中で止まっちゃった方は手でよいしょと左足連れてきてください。両手カップハンズ、右足つま先立ちキープして、左腰キュッと後ろに引きましょう。お尻のほっぺた締めていきます。肘1ミリ曲げて脇締める、顎を引く、背筋も少し使っておきましょう。強い足作れたら両手腰、顎を軽く引きながら、次の吸う呼吸でまず背骨斜め45度でストップします。ちょっと難しいけど、左足の鼠径部と、おへそを引き離すように、ここスペースを作って、左お尻後ろ、右足のかかとと頭頂の引っ張り合い、肋骨締まって、この背骨の延長線上吸って両手万歳、あえて顎軽く引く、斜め45度でもう一つ吸って、吐いて右足かかと斜め45度内側を踏みましょう。吸って左手胸目線空に開放、リバーストライアングル、吐いて肩リラックスしましょう。左膝伸ばしてます。もう一つ吸って、左胸が上、吐いてゆっくり左膝を曲げたらパールシュバコナーサナ、左膝の上に左肘置きます。吸って右手後ろから上です。
吐いて頭の向こう側、手のひら下向き、顎を軽く引いて、吸って目線横から上、吐いて尻尾の骨を後ろ足のかかとの方にぎゅーっと向けてみてください。そうすると鼠径部がさらにね、こっちですね、向けていくと鼠径部が広がっていきます。もう一つ吸って、吐いて右手カップハンズマット、左手カップハンズマット。右足つま先立ちにしていったら、右手のひらベータにマットに踏ん、マットに置いてねじっていきます。顎を引いて、吸って頭頂斜め上、吐いて左手横から持ち上げます。パルブリタパルシュバコナーサナ、肩開いて、吸って後ろ足のかかとと頭頂引き離す。吐いて左のお尻少し後ろ、ちょっとお尻大変なんですけども、キュッとお尻締めて、左膝の内側と右の肩を向かわせてください。これ内もも向かわせてます。もう一つ吸って、吐いてゆっくり左手マットに下ろしましょう。では両手カップハンズ、指先を立てたら右足を前に移行していきます。吸って右足アップ、吐いて両足揃えます。前屈ウッタナーサナ、ふう、膝曲げて首頭なら、吸ってロールアップ背骨一個一個積み上げて、吐いて肩首力抜きましょう。はい、ではここから今日のテーマですね、戦士のポーズ3にチャレンジしていきましょう。ここからは、まずはできなくてもいいので一個一個ねステップを踏みながら一緒に練習していきましょう。ではマットの前、タダサナ、足を揃えて立ち上がっていきます。ではまず脚力を出すためにチェアポーズから、椅子のポーズからねやっていきましょう。次の吸う呼吸、両手手のひら向かわせて頭の上まで伸ばします。吐いてお尻後ろに引いてチェアポーズに入りましょう。ここでね、尾低骨と頭頂ぐーっと引き離す感覚と両足踏む感覚をしっかりと作ってみてください。脇の下向かわせます。もう一つ吸って背骨伸ばして、吐いて前屈ウッタナーサナ、両手カップハンズ、一回頭力抜きましょう。吸って背骨半分起こしていきます。ここで尾低骨頭頂引き離すようにして両手カップハンズついたまま、吐いて両膝一回曲げましょう。背骨まっすぐなまま、次の吸う呼吸で左足をまず後ろに蹴り出します。蹴り出します。右膝ね曲げててもいい。左足の鼠径部マットの方に向けて、左足はかかとを突き出していきます。でこの左足のもも裏の筋力を使いながら、いける方はゆっくり右膝伸ばして、手を離せそうな方は両手前に伸ばしましょう。ちょっと難しいけどきつかったら両手カップハンズ待っておいててね。軸足と後ろ足をまず作ってあげて、手はあくまでオプションです。鼻から吸って、鼻から吐く、ふう、もう一つ吸って吐きます。ふう、では次吸う呼吸、ゆっくり起き上がって左膝曲げたら両手で抱きしめましょう。ではゆっくり手を離して左足マットに下ろしたら足踏みしましょう。いやーきついですね私もプルプルしていますが、頑張って反対側も行きましょう。はい、では足をストップしていったら、もう一回タダサナ、足裏をマットに、そして親指付け根を揃えていきましょう。顎を軽く引いて両足力強く踏ん張っていったら、吸って両腕バンザイ、手のひら向かわせて目線空、吐いてお尻後ろ引いて、まずチェアポーズです。強い足、そして鼠径部後ろ、腰が反りすぎないように肋骨締まって、尾低骨と頭頂を引き離すようにしましょう。もう一つ吸って、吐いて前屈ウッタナーサナ、首頭、吸って背骨半分起こしてアルダウタナサナですね。腰が丸くなりそうな方は膝ちょっと曲げてもいいから、尾低骨と頭頂引き離し、脇の下向かわせましょう。顎を軽く引いて、でこの強い足をキープしたまま両手カップハンズマットに置いたままでいいです。ゆっくりと右足後ろに蹴り出します。左膝曲げてしっかり踏ん張りを確かめましょう。右足首90度、つま先マットの方に向けて、右太ももの裏側ですね、強く使っていきましょう。右足、左足、強さをキープできたままゆっくりと手を離せそうな方は離してみます。そして手をね前に伸ばせるかな、顎を軽く引いて呼吸しましょう。鼻から吸って、お腹から吐く、頭頂と右足のかかと引き離して、吸って吐きます。ふう、次吸う呼吸、ゆっくり上半身起こして、吐いて右膝曲げましょう。
頑張りました。吸って右足を下ろして、吐いて手もほどいたら足踏みしましょう。皆さんよく頑張りました。はい、では足ストップしたら、吸って肩前から上に回し上げ、吐いて後ろから下に下ろしましょう。ゆっくりマットに座って、最後逆転のポーズ一緒に練習していきます。じゃあ画面小さい方に変えていきますね。今日これが最後のポーズです。両膝を立てて仰向け、セツワンダーサナに入っていきたいと思います。じゃあ両膝立てたポジションで、膝の下に足首が来るように、かかとは腰幅、つま先正面向きです。足がガニ股になったり内股になったりしないように、そして膝は腰幅をキープしてあげましょう。内もも軽く締めて、膝が広がらないように注意します。手のひらマット向き、顎を軽く引いて片耳離していきましょう。ではポイントはね、かかとを踏ん張ってください。つま先立ちにならないようにキープしましょう。次の吸う呼吸でゆっくりかかと踏みながらお尻を持ち上げていきます。内もも向かせて、吐いて両手背中側指を絡めていきましょう。肘しっかり伸ばして、そして手のひらをねくっつけた握り拳を意識してみてください。かかと踏んで内もも締めながら、次の吸う呼吸でぐーっと鼠径部と胸を引っ張り上げるように、吐いて肩と耳離してあげましょう。顎軽く引いて、もう一つ吸って吐きます。ではゆっくり手をほどいたら、背骨一個一個マットに下ろし、お尻をマットに下ろしてあげましょう。膝を胸に引き寄せたら、膝オープン、足裏合わせたバッタコナーサナ仰向けバージョンでいきましょう。両手つま先を包んで、そして肩や首力を抜きましょう。優しく目を閉じたら、鼻から吸って深く吐く。股関節や太ももね、今日いっぱい使っていきました。呼吸を股関節、太もも、足先まで送ってみてください。じゃあもう一つ吸って吐きます。ではゆっくり手をほどいたら、両膝を閉じて、今度は両手で両膝を抱きしめてあげてください。左右にコロコロ転がって、腰、背中マッサージしてあげましょう。そして今日この朝ヨガの時間ね、頑張った自分自身を抱きしめて褒めてあげましょう。では真ん中でストップしたら、手足を下ろして、最後シャバーサナ、休息と回復の時間少し取っていきたいと思います。足はマットの幅まで広げて、そして手は体から少し離しましょう。手のひら空向き、肩首力を抜いて、優しく目を閉じていきましょう。鼻から吸って深く吐く。ゆっくり呼吸を体の内側で感じていきます。吸うたびに手足指先、細胞一つ一つまで新しい呼吸を送ってあげて、吐くたびに全身の疲れや緊張、余計な熱も吐き出していきます。呼吸のたびに体と心が次第に穏やかさを取り戻していくのを感じてみましょう。じゃあここからもう少しお休みしていきます。ではあと一つ呼吸を行いましょう。全部吐き切れたら一度伸びをします。両足閉じて、両手頭の上に組みましょう。吸って伸びて伸びて、あーいてれだ。両膝立てたら横にトトンと倒れましょう。少しそのまま呼吸を整えます。背中も丸くしてあげて、居心地のいい場所を探しましょう。では
呼吸が落ち着いたら、腕で床をしながら頭最後になるように横からゆっくり起き上がってきてください。はい、皆さんお疲れ様でした。